皆さんこんばんは。JRP テレビジョンよりお送りいたします、国家非常事態対策委員会司会の立花健三です。それではいつものコメンテーターお二人をご紹介させていただきます。聴導員大閣総裁、そして、夏休みを無事に終えて、無事に皆さんがとても心配していましたけども、ベンジャミンさんが無事にお帰りになられました。ちなみに随分お痩せの様子ですけど、これ大麻で痩せてきたそうです。向こうは合法的で全く問題ないということで、そんなこと言っていいんですかって言ったら、大丈夫大丈夫、それはもう国がきちっとしてるんだから大丈夫だよってことなんですけど、で今日そのベンジャミンさんからは、日銀の問題とかその辺金融関係、そして、聴導員総裁からはナフタについていろいろとお話をお伺いしたいと思います。それでは久しぶりのベンジャミン・フルフォードさん、よろしくお願いいたします。はい、今年の夏カナダの、国会が正式に G7 国家として初めて大麻を、普通に、娯楽商品として合法化にしました。まあ、正式に10月20 17日スタートだけども、もうすでにみんなやってるんですが、向こう行くと大麻屋さんに入ると高級コーヒー屋さんみたいな感覚、いろんな種類があった。まず、6割は食べ物なんですよ。チョコ、ジェリーとか、クッキー、ケーキ、要は食べてこう灰になる。で吸うのは残りで、でもとにかくいろんな種類、例えば日本で言えばガテマラさんとかさ、コロンビアさんみたいにこうやってて、で僕も向こうだから、合法でやってみまして、おかげで1ヶ月間お酒飲まないで済んだので、その分痩せたらしいけれども、で日本もね、縄文時代から1949年まで普通に国葬として、まあ戦時中国葬として塩とただわことあること並んで戦略商品だったんです。で今でも北朝鮮は昔からそのままで違法になった試しはないもので、おそらく今まあカナダはみんな見てるんですよ、どうなるのかとか。でもすでにアメリカで合法になったところは交通事故は減りました。酔っ払い運転減りました、とか、あと今がんの治療に使われてるから、まあこれは間違いなく、日本でも再び伝統の、薬草の一つとして復活するのは、時間の問題だと思います。ということで、ただ日本ではまだ違法ですから、合法になるまで皆さんやめてくださいと。法律は守るものですから。はい、それでは本題の日銀の問題。結果的にいろいろ調べたらですね、今、アメリカ、ヨーロッパ、日本、みんな株高になってるんですよね。その株高は完全に民間中央銀行の合わせ値によるものなんですよ。中央銀行は作ってるお金の図と株の図を見ると全く一緒なんですよ。で今どうなってるかというと、一部の仲間にお金を回す、でそれを今度自分たちの子分たちに回して、でみんな実社株買ってどんどんお金を集中してるわけ、こう少数の人間の間にですね。で日本の上場企業も今、これもどうしても何度も言う必要あるけれども、民間銀行である日本銀行、しかも株主を公開しない、しかもその株主は外国人であることが日本の上場企業を今支配しているので、結論として日本でを解放するために日本銀行を占領する必要がありますので、私は秋になったらアメリカ軍、ロシアの FSB、 日本の自衛隊、警察、それからその任侠団体に根回しをして、日本銀行を占領することを目指すと。そうしないとこの問題永遠に終わらない、地球が良くならない。僕の近所は一応武蔵野市だけど、やっぱり夏の間にまた空き家2つできたわけ。全国でも今人が減ってる、国体そのものが今衰退してるわけ、人間がいなくなってる。
これは危機的な状況で、それは今までの民間中央銀行の勢力はその、お手上げ状態、何もできない、諦めてるからもう倒すしかない、それは本気でやりますから今年ということ。わあ、素晴らしい、うん、さあそのことに関して、総裁何かまたご意見があれば。今言った通り、もこれはあの株価操作をやってるのは日銀である。まあ、日本の民間企業の株を集中して株を持ってるのが日銀であり、国債を460兆円抱えてるのも日銀であると。だから過去の黒田日銀総裁以前にはなかった現象が安倍内閣及び黒田日銀総裁によってですね、新たな日銀というその銀行が企業のいわゆる乗っ取り戦略に参加してきたと。それから国債を460兆も持つということは、国を支配するその一つの力を作り出したと。日銀は日本政府のものではないとなれば、まさにもう長年彼らは狙っておった日本を全て取り上げてしまうという、日本の社会資本の全てを取り上げる戦略がもう実行に移ってほぼ完成に近づいておって、日本のあらゆる金融機関の金は自由自在時代に自分の財布の中から金を出して使うように今使われている、うん。まあ、これはもう実際の、あの現実の姿になっていると思うんです。それは売国の政治によって行われている。はい、うん、ただ今の件、そう、はい、だから結局ピラミッドの上に目があるじゃないですか。目狙わないと下パーと戦っても意味ない、永遠に終わらないから。例えば今アメリカでもトランプといえ議会といえ代理だから本物がまだ素顔を出してない、前ローマ法王も代理なんですよ。その上に身を潜んでる連中へも僕も分かってる誰だか。もうでこの人たちをで狙うよりも一番目に見えて分かりやすいのは日本銀行。それを乗っ取って国有化を要請することが一番の手で、その時はやっぱり用心棒の根回しが必要。日本にいる一番強い用心棒、自衛隊、警察、アメリカ軍、任教団体、その辺で根回しして日本銀行乗っ取りを、やるしかないと結論付け、1ヶ月の間ずっと考えてたんですよ。でなぜか僕がいつも別荘で湖を見ながら考えてるけど、ちょうどその1ヶ月間、この本当の話だけど、なぜかずっと火星、戦争の惑星って言われてる英語では、がすんごい普通の数倍明るくずっと同じ場所にいるの。だからこれも戦いの時期だなと思って、ただ間違って戦ってもしょうがないから、適当に問題の、でこれは日銀の役所で働く官僚たちの問題じゃないの、これは理解してもらいたい。あの人たちはただの奴隷専門職、その持ち主で、それを占領してる。特にコンピューター室、日本円の9割が入ってるコンピューター室を占領して、お金を吸って山分けするプロセスを日本国民に取り戻すことが急務であると。もうこの膠着はいつまでも続くわけにいかないから、今年の秋は全面攻撃、うん。まあ、具体的な方法も考えていらっしゃるわけです、はい。頼もしい答えが出てきました、うん。というところで、それでは次に総裁のナフタの件についてまたお話をお伺いしましょうか、うん。今の話でございます。まあナフタのね、はい、アメリカ・メキシコの二国間交渉ができたわけですよ。でそれについてはその、まあ、日本は日米二国間を今やっとるわけだけども、まあ、非常に、この決定は日本にも波及するものであると。で、いわゆる 65% のいわゆる地産の率を、部品の調達を
75に、まあ、上げる可能性もあるわけ。今65で決まってるけど、もう75に持っていくだろうと。それから、ある上限数字を超えた場合は 25% の関税をかけるという、これ決定してるわけ。だからかなり日本のトヨタや、ホンダやマツダや、まあ、日本の車メーカーがメキシコで動いてる、またアメリカ本土でも動いてるのには、数字的に実害が出てくるだろうと思うんですよ。このメキシコとアメリカにカナダの問題だけではなく、だからこれが国家の経済における非常事態と捉えるべきではないかと。え、だからこれ今、まあ、それを同じ条件でカナダに今迫っておるわけ、うん、あの一応金曜日にカナダのトルドー首相とトランプが交渉するので、決着、要するに明日、日本時間で明後日かな、あの時差があるから、その時にカナダ との分も決着する予定ですから、今交渉中ですから、どうなるか、まあ、結果を見るしかないと思いますけれども、多分今までかなりあの事務方がずっと長年付き合ってるから、あのなんか妥協策あるであろう、カナダの場合ね。日本に関してはもうちょっといろいろ厳しいのは確かなんですよ。なるほどですね。日本の交渉の窓口が、いやだから、それ同じ条件が日米間においてもね、押し付けられるだろうと。だから TPP よりは悪くなっていくんじゃないかと。もう最悪ですね、うん、窓口が茂木さんなわけですよね。茂木はもうあの売国奴だからね、もう国を売るのは得意だから言うと最悪の男ですよ茂木は。向こうは、まあ、ライトハイダーだから、これをなんか少しでも跳ね返したりすると、なんかそのいじめられるとかいろんなこととかっていうのはどうですかね。跳ね返すと結局人事で飛ばされるわけでしょ。あ、うん、だから今ベトナムで、日本のその内閣管理官、情報官とキム・ヨンヘが合ってることをアメリカに言わなかったから言って外やられてるわけだ。これそういうことやると、まあね、あの赤坂大使館から官邸に乗り込んでくるわけだ。お前何やってんだお前らはと、こういう調子でね、もう同活だからね。だからかなり露骨に彼らは支配権を行使するような時代で、場合によってはもう逮捕するぞと、こうなるからね。みんな怯えてるんじゃないか、それも。だからこれはもうどうしてもその辺のところは、成り行きを静かに国民としては見守るしかないということでしょうかね、うん、で実はですね、このごめん、はい、話ちょっとだけずれるけど、はい、NAFTA っていう問題以前に、実はですね、これまたカナダに行ったからどうしてもカナダ話題が多いけれども、うん、カナダとサウジアラビアが非常に異常な喧嘩をしてたんですよ。で原因はなんかカナダ大使館のツイートだけど、なんか人権に関する、うん、だけれども本当の問題はこれなんですよ。ニクソンショック以来、ドルが石油本位制になったんじゃないですか。でその、石油はほとんどサウジアラビア産なんですよ。でまあそれを今度カナダがずっと今すごい石油が見つかってるから、うん、わけのないかい、わからない狂信的なサウジアラビアから油買うよりも、同じ民族の隣同士のカナダから買った方がいいと。で今度アジアにも営業してるんですよカナダは。ね、わけのわからない中近東でいつ石油止まるかわからないよりも、安定したカナダから買いなさいと日本と中国に言ってるわけ。そうするとサウジアラビアとサウジアラビアの油で大きく権力を入れたブッシュ・ロックフェラーの財閥が困るわけ。それで表ではサウジアラビアとカナダの人権喧嘩だけど、それよりも金融覇権争いに
カナダ今手挙げてることが大きいなんですよ。とてもいいニュースですね、日本にとっても。まあ、あの安くはなる、で今あのあと僕はあのカナダが、西海岸にあの中国と日本に油を輸出するパイプライン作ろうとしてるんですよ。ですごく毎日のように反対デモ、環境ダメだっていうデモがあるんだけれども、カナダの大臣によるとそのデモ隊のお金出してるのはロコフェラ財団なんだって。要は相手のその競争相手のその油がこう妨害工作してるんですよ。なるほど。あとあの、石油を運んでる貨物列車も爆破されたんですよね。 これ2年前の話だけど全部同じ関連なんですよ。だから結構ね、あの、大変なことになるん でまあただしおそらくうまくいくとこの喧嘩と揉め事が秋になると、もしかするとやっとこの世界権力の最高峰での膠着が終わるかもしれない。例えばローマ法がやめて急に全部変わるのかとか、もしくはアメリカで5万人逮捕されてアメリカ本当に変わるのか。例えば大手マスコミ、 CNN とかニューヨークタイムズとかみんな急に本当のこと、911とか、日本大震災のこと本当のこと報道するようになるとか、そういうブレイクがあるように頑張ると。で、あるように、みんな動いてるから、はあ、とてもね頼もしい。期待したいな、この秋を。総裁、最後に。いやいや、まあ、それはあのロシアもね、あの北極圏で今ガス出したでしょ。だから1600万トン出るわけだから、それをまあパイプラインで、こう日本へ持ってくれるわけです。そうなるとカタールから買ってるこのホルムズ海峡経由でね、タンカー LNG タンカーのコストのね4割減で買えるわけだから、それは北極の開発は北極を持ってるのは一番いいのはロシアだけども、次はカナダだから。北極の対岸はカナダですから、ものすごいカナダも資源国になるのは間違いないんだ。もうそれはサウジどころじゃなくなるだろう。だから非常にカナダはこれから、まあ、それポテンシャルエネルギーパワーというのはあるわけです。そこ知れぬものが出てくるはずや。だからロシア、カナダはね、まあ、これは世界の中心になるのは間違いない、で、この今までの、その工業生産で栄えたこのベルトはヨーロッパとか日本とかアメリカとか、これは後退していく。あの利権構造が50年先見たらそうなるだろう。あの利権構造がどんどん変わってくるとなってくると、この今までいやもう始まってんだよ。あのそうで、はい、僕実はね、あの夏の間カナダのトルドー総理の大臣、まあ、名前言わないけど匿名条件で話したけども、今アメリカの相手とあの電話でも話すことで連絡取れてない状態ですよ。そこまでのちょっと異常事態が発生してるから、あのでもちろんヨーロッパも同じ、今ほら、フランスの総理とか、フランスの、大統領とドイツの総理も、ヨーロッパがアメリカからこう離れないとダメという発言を連発してるじゃないですか。で、あの、アメリカのが管理している国際決済もスイフトをやめなきゃならないとか、そういう発言ばかりしてるから、結構なことが起きてるのは間違いないんですよ。なるほどですね、わかりました。ただし、はい、ただしそこでじゃあ中国、じゃあ俺たちのとこ来てって言って、それも嫌だっていうのは現状なんですよ。最後に締め。そうですね、しかし、カナダもね、やっぱりロッチェルド支配だから、ね、カナダセントラルバンクもバンコブイングランドも姉妹銀行だよね。あのね、ごめんなさい、はい、カナダセントラルバンクは国有です。完全に純たる政府のものです。なるほど。いや、しかし、まあ、それそう言ったら英国もそうなるわけよ。しかし、支配権は政府に持たない、株は持たしても支配権は持ってるよ。セントラルバンクネットワークのメンバーであって、それから今のバンコブイングランドのカニ総裁は前はカナダ銀行の総裁だったんだ。そうそう、まあそれは間違いない。あの、いわゆるあの
国家銀行だけど、やっぱりカナダは一応アングロサクソン同盟から離れるつもりはないので、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカとの、つながりをどうしても最後まで持ちたいっていうのは あるから、そのために、カナダ銀行もそれに今連動してるけども、1938年から1973年まで完全に国有化だったから、すんごいいいこといっぱいあったんですよ。で、今のトルドー総理のお父さんがそれをやめたから、それはちょっとね、僕的にはそれは間違いだった。ただし僕の父親がトルドーお父さんの方の補佐官だったから、仲良しだったから、まあ複雑だけれども、あれは間違いだと僕思ってます。ということで、もう時間も大幅に過ぎたんですけども、このまま続けちゃうとまた皆さんたちが心配される、ベンジャミンさんと総裁のドーンと怒鳴り合いがないとも限りませんので、今日はこれまでといたします。それでは皆さん、次回までどうぞごきげんよう。